ごきげんよう、魔王です。いつも安心安全安定なメゾンド魔王へようこそ。誠実清潔明瞭会計なメゾンド魔王、メゾンド魔王をよろしくお願いいたします。本日も住人たちはラブラブです。アニマル族は魔王が好きすぎる。いよ、私も好きだよ。アニマル族っていうからには柴犬型とか猫型とか欲しいね。モンスターね。魔族は魔王を嫌ってる。私も嫌いだ。私を嫌うやつは嫌いだ。でも好きになろうね。嫌いの反対は好き、大嫌いの反対は大好き。ガクピよね、大好きの反対は何だっつったら大好きだべ。おん、大好き、イエイ。住人たちはやっぱり魔王の部屋には遊びに来てくれないね。波平に似てるからか。波平に似てるからっていきなり怒ったりはしないよ。バッカモーンとか言わないよ。さようっていうだけで。よし、迎え撃ってかゆどろ。強いね。いや、冒険者が弱いのか。ではここで新たな愉快な仲間たちを紹介しよう。ぬいぐるみ買ってあげようね。この毒馬は子供なのに一人暮らし。親たちはどこ行ったんだろうね。誰かが追い出したのかな。ふふ。このわら、遊園地のマスコットね。わら、ウォーターをネイティブな言い方したらわら。人気コスプレイヤーと夜の蝶々のカップル。マイホーム、ラブハンモック。ラブハンモックの上で何をするんだい？撮影会か。人気コスプレイヤーと夜の蝶々の撮影会をこの部屋でやっています。じゃあアブ腹筋を買ってあげようね。腹筋あるのかどうかわかんないけど。でこれはキコリと幼稚園の保育士のカップル。どこで知り合ったんだい？君たちは。幼稚園にこのキコリがやってきたんだね。ほら、炎を子供もこの幼稚園さ入れてくんねべがっつって。いいですよ。でもあなたもとっても素敵、キュンみたいなね。キュンとくるか。この魚のカップルはね、魚は貧乏だからね。あんまり家賃あげたら満足度が減ってしまうね。もう今や一番の古株になってしまった田舎アリアス。田舎カップルがね。いいよ、田舎アリアスはもう死なせるわけにはいかんね。そしてガクピオ、新たなモンスター。翻訳か。頭が良さそう。ガクピオにはね、携帯ゲーム買ってあげようね。ゲームやってても頭がいい。お、毒馬が成長しました。しかしテレビはもう映りません。よくぞ、子供の一人暮らしを耐え抜いた。家賃あげます。子供だからと今までは大目に見ていたが、これからは家賃を払って、はい、払ってもらうぞ。ねえ、世の中は厳しいんだよ。ボロアパートだからって家賃はもう六本木ヒルズの100階建てマンションぐらいに相当する金額。採用。
RPG の勇者たちな。適当に人の家の壺とかをパリンパリン割りやがって。ねえ、その後冒険者が接近中です。ねえ、勇者たちがその家から出てった後、泣く泣くその住人たちはもうタヌキネイリーな感じでまた新たな壺を買ってくるんだよ。しかしまた入ってきて、なんかいろいろとパリンパリン割ってくからね。タンスの中とか見られちゃったりして、その家の奥さんの下着とか入ってんのにね。おほう、子供が生まれました。ペロロン。生まれた時からタイピングの練習して。すごいな。私がタイピングの練習した時は、もう、ここ卒業してたよ。なあ、今はもうあれだね。ゆとり教育とは言わせない。冒険者が接近中です。愛を語っているとこ悪いけど。君たちもはよう、この家のようにね、子供を産むんだよ。よし、カユ泥、行け。ゾンビで挟みつつマイホームで、お強いミサイル攻撃。あれだね、マイホームが3人家族になった時、すんごいね。お、わら。わらに恋人ができました。ガブワウ。遊園地のマスコットにできた恋人が4回戦ボクサー。こいつは強い。よかったね。伊達にマスコットやってないね。もう、お前のその毛むくじゃらな体がもうマスコットみたいだけど。お、いいね。早く子供作ってくれよ。早っ。子供が生まれました。おお、早いな。わら。さすが、マスコット。ワコン。ワコン。かわいいね。早いな、子供生まれんの。やることやってんだね。早いね。じゃあ、他の住人たちも、このマスコット兄弟に負けないように、早く子供を産んでくれよ。お金貯まってきたね。住人たちには家具とか我慢してもらってるからね。お、早く子供作ってくれよ。できたー。できた。あ、できたの。できたんだね。お、そっちは丸ごっこ。お、よかったね。そっちで鏡で姿をチェックしてます。魚の方じゃなくてよかったね。女の子だね。この魚の方じゃもう目も当てられない。ドレッサーが欲しいよ。お前、ドレッサーで何を着飾るつもりなんだい。いつの日も雨や。冒険者が接近中です。気持ちよく歌ってたのに。そんなやつはゾンビで挟んでやろうか。毒馬がね、もう成長したから。いけ、カユ泥と毒馬。ほら、ゾンビで挟まれる気分はどうだ。ドロドロだべ。臭い臭いっつって。臭いべ。そらゾンビだもん。お、新しいモンスターグチャグーが。ちょっと待って待って待って、今部屋いっぱいだからちょっと開けるよ。ガクピオ、ガクピオ、じゃあ追い出します。ガクピオ追い出してもいいべ。オッケーです。新居です。お、グチャグーが。オッケーです。一流企業の掃除人。こいつは臭いな。ちょっとこのアパート臭くなってきたよ。なんかこのアパート臭くね。一流企業の掃除人って、あんた掃除してもあんたが通った後はまた汚れそうでしょ。でも強そう。なんかモンスターって感じするね。ザ・モンスター。
寒いっつってたけど、魔族は魔王が大嫌いだ。私も大嫌いだ。でもそれでも愛そうね。なんだっけ、グチャグーだよ。グチャグーは何族？これか、深淵族か。いいね。寒いっつってたけど、べちゃべちゃのぐっちょぐちょ、暑いところにいないと溶ける。反対じゃね？あ、寒いところにいないと溶けんじゃないの？それなり家賃払ってくれるし、繁殖もしやすいけど、もうぐっちゃぐちゃ。臭いね。うん、うん？ちょっと待って。お、田舎夫。田舎を。昇進したね。広告代理店の営業。いいね、田舎アリアス。田舎アリアスも、あれだね。自慢の夫だね。じゃあ、お祝いで。ねえ、壁紙しか買ってやれないけど。おめでとう。そんなことより今はこっちどうしようか。寒いっつってるから、驚異のエアコンはまだ買えないな。これか。地獄のようにあったかいよ。これ買ってあげようか。だってあれだもんね。なんだっけ。魔王超ラブ。超ラブラブ。この人たちは暑いところじゃないとダメなんだもんね。いいよ。高いけど買ってあげよう。ちょっと繁殖してって。家賃を上げます。一流企業だったらいいべ。掃除人つってもねえ。このアパート臭くね？あら、はや、お早い到着で。恋人ができました。ぐちゃぐーにルルオー接骨医。あんた接骨医行ったって、あんたに骨ないべ。いやー、でも久々に骨のあるやつが。いいね、接骨医と一流企業の掃除人のカップルは、そら家賃払ってくれるべ。お祝いです。こんぐらいは買ってあげますよ。ねえ、家賃を上げさせていただきます。明瞭会計のメゾンド魔王です。よろしくお願いいたします。ねえ、このメゾンド魔王に住んでいる住人たちはとってもラブラブですよ。どのご家庭もどうぞご家族でご覧ください。子供が生まれました。子供生まれすぎ。お、いろいろと生まれてるね。生まれてるよ。生まれていると思う。ゾンビたちも頑張れよ。今後の方針としてはいろいろと繁殖して、おい、どう、かゆ泥に恋人ができました。イエーイ。おー、なんだいなんだい、どこで知り合ったんだい、お二人は。新聞配達人と木こりのカップル、どこで知り合うんだろうね。毒馬に恋人ができました。毒馬、毒馬も大きくなったもんだな。ついこの前までもう3歳児だったのに。たこ焼き屋さんか。いい嫁さんもらったね。たこ焼き屋さんだったらもう安心。うちの毒馬をよろしくお願いしますよ。住人みんなの子供です、毒馬は。さよう。いや、家族が増えてきたからね。これはいけるよ。今回の魔王軍はもう強すぎ。家族、どうぞご家族でご覧ください。安心安全のメゾンド魔王、メゾンド魔王、メゾンド魔王をよろしく。お、子供生まれたところ悪いけど、ちょっとやっといて。子供生まれたね。ドクドク、部屋の隅で震えてます。毒馬も大きくなったもんだな。子供産むようになったか。
感慨深いね。ドクドクよろしくね。僕らの子供、もう魔王がおじいちゃんみたいなもんだよ。さよう。もう家族も多くなって二世帯住宅みたいになってきたから、もうあれだね、このキークエをやればやってもいいんじゃないかね。来たれ巨人軍、これをクリアすればもう3階建てにできるぞ。奴らを倒せば建物を増築できるぞ。増築するぞ、イエーイ。みんなで勝ち時をあげよう。よし、僕らで力を合わせて3階建てにするぞ、このボロアパートをさ。オッケーっす、バトルスタート。巨人の一番がどんな巨人？お、巨人じゃないね。一番最初はイシロー、そこそこドクター。よし、行けよ。わらわちょっと引っ込んどいて。強い。巨人の一番が全滅。次は2戦目。全部で4000あるからね。いや、これは強いんじゃなかろうか。今度はもう誰一人犠牲を出さずに全部を勝ち抜こうぜ。巨人の2番手。ほら、巨人じゃないね。美剣士ニア。美剣士、美人だったらもう美人はゾンビに襲われるというお決まりがあるのよ。えいよ、お疲れお疲れ。次の戦闘に備えて休んで。休んでっつってんの。愛を語ってる場合じゃないよ。あら、滞納すな。なんだい、子供できたから余裕がなくなったってか。この夫の木こりの収入ではちょっとね。じゃあちょっくらゼロゴールドでいいよ。もうね、ちょっと君らには期待しているから。マイホーム強いからね。携帯ゲーム買ってさ、塗り絵が欲しいと。塗り絵ね、あれだよ、 DS でも塗り絵できるよ。絵心教室っつやつあるかな。DS やってなさい。フォフォン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 。もうスキップするかのごとく、まるでスキップをするかのように愛を語っているけども、子供できてたっけ。うん、できてたよね。2人目はできないんだよ、一人っ子政策でね。ぐちゃぐいけ。ほーら、臭いだろう。お、臭い層がもう熱いだろう。臭い層がどんどん。いや、マイホーム強い。3人になるとこうも強い。4人だよ、しかも。 OK でーす。はい、休んで休んで休んでっつってんのに愛を語ってると体力落ちちゃうでしょ。次はボス戦だよ。次こそ巨人出てくるべ。巨人のヨハン、お、成長したね。よかったね、魚の方じゃなくて女の子でよかったね。いつだ、いつ来る巨人が。巨人が来た。巨人のヨハンが接近中です。子供たち早く帰って。子供たち早く逃げて。巨人来るから。巨人来た、ヨハン。こいつは強え、こいつは強えけど、この現時点で最強の臭い魔王軍団がいるから大丈夫、安心。魔王リーチ長えな。魔王じゃない、巨人。魔王は私だ。よいしょよいしょよし、オッケー、オッケーですよ。うっ、あ、しまった。ワコーン。
入、しかしクエスト完了。 OK です。多少の犠牲もやむを得まいね。ごめんね、わらとガブアウ。せっかく成長したばっかりの子供を行かせてしまったよ。この2ドア冷蔵庫で許してね。うん、エアコンも買ってあげるよ。でもちょっと家賃あげます。これを乗り越えて生きろ。 OK、 巨人のヨハン倒したよ。魔王超ラブアパートやっと増築できるよ。1万ゴールドが必要だ。ちょうどあるからやってくれ大将。やってくれ親方。おお、かっこいい。いいね、なんか高級マンションって感じがするよ。いいよいいよ、この色合いね、このフォルムいいよ。ありがとう親方。次は王女と魔導士を、それと5万ゴールド。5万はきついな。王女って別に仕切るとかそういうことじゃないと思うけど、今度は王女を倒すか。しかも5万ゴールド。5万ゴールドいつ貯まる。でもやっと3階建てにできたね。こっからだよ、次の4階建てまで。またいろいろと魔王軍団を立て直さないとね。